ですちょっと音ちっちゃいかやべ話しちゃこないんだよねえあのー、最初はこのマラシーさんのコンサートなんだけど CM で見たってだけなんだけどさびっくりしちゃってさお親は知らなかったんだけどマラシーさんねねびっくりしちゃったコンサートやるんだってだいつもさピアニストの人とかやってたけどまさかまさか見たことある名前が出ると思ってなかったからねびっくりしちゃったはいでこれね このほん中たねとでもまに出てた。いや、マジで。お世話になったよ、今まで。本当ありがとう。このね間違いなくネット界においてちょっと癒やしをね、くれたあれだと思うんだよ。よかった。本当と。なななななななって、なんだっけあれジョイマンだ。ジョイマンのね、あれもたまに見たから、あれは関係ねえか。 いやありがとう。でこれはもうただのあれです。よーしマジこれアウトだよこれね。座り方がもう完全にもうそれよ。もう。いやーいいっすねこれね。でこれね。これが今日の大目玉だね。これね。あーのー今日からウマ娘の一番勝ちがあったと思うんだけど。ちょっと待って。あのね。すごいいろんな一回。 別のとこ行って弾いたりもしたんだけど一回友達がねやってるところに行かせてもらったのコンビニでね行かせてもらったんだけどその時にまあ弾いたんだよ、まあ、そこでもあったから弾いてで僕と友達とあともそのやってる友達そのコンビニでやってる友達がいたんだけどその僕の一緒に今日やってた友達があの弾いたの5回確か5回ぐらい弾いてでね出したんだよ1個。 出してで「おいやべえ!」ってなってで僕もちょっと触発されてもう一回やったのそしてあのぜ何回だっけあと70回ぐらい残ってたかな70何回くらい残ってたと思うんだけどなんかねなんか今日運いいないいかなってのは思っちゃってなんかスッて取ったんだよそしたら <laughs> 1回で <laughs> 出ちゃってもう消しちゃったんだよでしょでもなんかねその人にいつもね結構ね借りとかあったから そのコンビニの方にね、コンビニの方の方に、あの、鍵があったから、これね、あげた。<laughs> あげてきた。もうね、なんかいいかなって思って、僕、ちょっと置き場がないっていのもあったから、いつもありがとうねってことで、あげました。<laughs> これこ、あの、あそこのやつ、あと B 賞だけで、あと C 賞とか残ってるんで、もしよかったら弾いてください。どこかわかんないけど。で、これ、買った。これね、 僕のいろいろね前々から欲しかったバッグの条件で結構合ってたんで今度かこれになるんで見かけたらお願いしますはいでこれがいろいろなねこれもらってやつとかだねこれもらなんか会社いらない会社くれるんだよねなんか僕の友達ね優しいねでテテオ出たからよかったでこれも逆になってるけどさこれもねようやくだよもうずっと山で出なくてやっとったけどもうようやく出てくるだから本当に長き戦いにね マークを閉じることができましたありがとうございますでこれねそうこれこれもさ来たって思ったの LP が違う <laughs> 来たって思ったんだけど俺オーズが欲しかったけどこっちもいいにはいいからいいかなって思ったけどやっぱオーズ欲しかったねってでもウィザードもかっこいいねということでこれも紙引きでしたと今日運がいいわってそれで運いいわあこれも運いいわってなってたらこれだよもうさやべえわ今日ってことで 今日は運が爆勝ちだったっていう、そういう日でしたね。ってことで、えー、終わります。最初はちょっと悲しいニュースでしたけど、それ以降はまあ、俺的に、個人的にはね、いいニュースだったんでよかったと思います。はい。ということで、えー、ありがとうございました。また次回お願いします。それじゃじゃんはーい